ベニの木は、ベニの木科に属する熱帯アメリカ原産の常緑低木で、種子から食用色素アナトウを取るため熱帯各地で栽培される。果実は、毛の生えた赤い果てで、多数の種子を含む。種子の周囲の仮種皮は、赤代々色で、これからアナトウを抽出する。またラテンアメリカ、フィリピンなどでは、高価なサフランの代用品として、種子をそのまま更新料。 着色料として用いる。メソアメリカ地域のマヤ系先住民族の代表的な料理であるカルドと呼ばれるスープもアナ等の種子をすりつぶしたもので赤く着色される。アマゾン川流域などの原住民が古くから化粧、ボディペインティングに利用した。現在は食用色素や口紅に利用される。またはや種子を民間薬として用いたりロープ用繊維を取ったりする。 リンネの植物の種で記載された植物の一つである。リンネウス、カロルス、スピーシーズ・プランターラム、ホルミア、ストックホルム、ラウレンティウス・ソルビアス、P512、https w w w b i o d i v r s i t y l i b r a r y o r g スラッシュページスラッシュ358531ありがとうございます。